やれやれ、やっと着いたわい。あそこにはまたいずれ行ってみる必要はありそうじゃの。先生、どこに行ってたんですか。今日は休診にして患者さんには帰っていただきましたよ。私はこれで帰ります。調査は探偵さんの仕事なんですから、先生は自分の仕事に集中してくださいね。まったく、この名探偵に対してひどい言い草じゃの。さてお前さん、ここで探偵同士いろいろ話し合ってみんかね。そうですね、現状分かっていることを整理してみましょうか。次郎さんが亡くなった夜、あの裏山で2つの人影が目撃されてたんです。話によれば1人は意識がなかったようで、もう一方の人に引きずられるようにしてたそうです。目撃者は蘇ったキクさんと、そのキクさんに殺された次郎さんだと言うんですわ。何をバカな、死んだもんがいちいち蘇るなら病院など不要じゃ。しかし何者かに殺された次郎が運ばれるところを目撃したのかもしれんな。先生、綾城和人さんについて聞きたいんですが。ああそうじゃった、聞きそびれていたんじゃが、お前さん誰から和人の名前を聞いたんじゃ。実は崖の上で和人さんの恋人だという藤宮由紀子という人に会ったんです。何で、その人は美人じゃったか。ええ、綺麗な人でしたよ。何かご存知なんですか。いや、綺麗な人なら一度会ってみたいと思ったんじゃ。そうですか。次郎さんの死因は青酸から発生するガスなんでしょうか。まだ断言はできん。それに次郎があのガスでやられたとしても、問題はなぜ指から青酸反応が出たかじゃ。結びつける何かがあるはずじゃが。他に何か気がついたことはありませんか。特にないが。ところでさっき言っとったユキコという女はいつでも崖の上におるんか。いつでもってわけじゃありませんが、だいたい5時くらいに来るようです。ということは今ぐらいじゃな。美人に会いに出発じゃ。え、そろそろ崖に行った方がいいのではないか。本当に行くんですか。当然じゃ、美人に会うのは健康の秘訣じゃからな。熊田先生に強引に連れてこられたものは崖の上に人影はない。どこにおるんじゃその美人は。今日は姿が見えないみたいですね。呼んで現れるわけでもないし、やめておこう。そう言わんと声を出して呼んでみてくれ。僕がですか。やだな。ユキコさん。おらんじゃないか。知りませんよ。もう一回呼んでみてくれ。いやだから無駄ですって。
今日はいないみたいですよ。会うまで帰らん。やれやれ。この辺りの草がやたらと踏みつけられて、ハイヒールが一つ落ちて、一応持ってこう。ん？そりゃハイヒールか。誰かの落とし物かの。わかりませんが、気になったので一応持っておこうと思いまして。じゃあ美人がおったんか。こんなことしてる場合じゃないな。今日はいい天気じゃ。どれ、潮風にでも当たってくるか。どこかへ行ってしまった。まったく先生は自由だな。先生！なんじゃ、美人がいたんか。あ、いや、そうじゃなくて、僕ちょっと駅に行ってきます。わしはここに残るぞ。美人がいつやってくるかわからんからな。どうも村の人たちが菊さんの姿を見たと言って騒いでいる。わしらは見たんじゃ。見間違いなんかじゃねえだ。いや、今日はいつも以上に騒がしいな。ゆんべもわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない、菊さんじゃ。ちょっと聞いてくださいよ。村人たちの様子がますます変なんです。ゆんべの12時ごろ、菊さんが崖の方に歩いて行くのわしははっきり見たんじゃ。ゆんべの12時ごろ、キクさんが崖の方に歩いて行くのはわしははっきり見たんじゃ。そんなことを言っとる場合じゃねえ。わしら本当に見たんじゃのう。あんた信じてくれ。ゆんべもわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない、キクさんじゃ。よみがえったのじゃ、キクさんはよみがえったのじゃ。怪しろけのたたりじゃ。はい、何です？やっぱり村の人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。村人たちは一体何を見たんでしょうね。先生、まだ潮風に当たってるのかな。先生はどこかへ行ってしまった。先生！ああ、随分向こうまで行っちゃった。こんなことしてる場合じゃないな。先生！ああ、随分向こうまで行っちゃった。
先生！そばに当たる。先生は昨夜もわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない、キクさんじゃ。わしらは見たんじゃ。見間違いなんかじゃねえだ。はい。先生まだ潮風に当たってるのかな。先生！先生！先生は出る。ゆんべもは、もはや間違いない、キクさんじゃ。わしらは見たんじゃ。はい、何です？村の人？まだキクさんのことで騒いでいるんですね。そうなんですけど、今度もまた村人たちがキクさんを見たっていう時間と場所が妙に一致しているんですよ。やっぱり村の人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。みんなは一体、村の人に、さあ村の人に聞、村人たち、これが何？いやー、これが何か？この人が綾代ゆりさんなんですが。あれ？先生まだ潮風に当たってる。先生は。先生！先生！先生！ゆんべもわしらは見た。もはや間違い。わしらは見。はい、何です？村の人。その人でしょ？そうなんです。何か気がついたことはあり。さあ、村の人に、いやー、これが何か、これが何。先生まだ潮風。
そばに。下の海面まで、ね、この前は今ぐらいの時間。僕以外の人の手。先生ゆんべもわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もう謝って。わしらは見、はい、ゆんべの。さ、ゆんべも。はい。村の時間と。みんなは村の人。さあ、村の人。村の人たちの様子の他に。あ、そうそう。最近よくこの村に綺麗な女の人が来られるようですが。ユキコさんのことかな。いやー、本当に綺麗な方ですよね。つい見とれてしまいますよ。今の私にはあの人の顔を見られるのが唯一の救いです。なのに今日はまだ来ないんです。アナンド、今日はまだユキコさんは来ていなかったのか。ユキコさん、今日は来てなかったんだな。俺待っていても無駄かな。そういえば、熊田先生はどこにいる。先生があんなところに。いいなぁ。先生、今日ユキコさんは来ていないんですって。帰りましょう。海の方ばかり見てこっちを向かう。先生、危ないですよ。どうしたの。海を見つめたまま動かない。さっきから何見てんですか。先生、大変じゃ。海に女が浮かんだる。なんですって。どこです。あ、すぐ警察に連絡じゃ。駆けつけた警察は女性の死体をすぐさま引き上げた。それは物を言わぬ春日あずさの変わり果てた姿だった。綾代家は一体どうなっとるんじゃ。君、わしは綾代家へ行って善蔵に話してくるわい。わかりました。とりあえず鑑識に声をかけといたから、質問には答えてくれるじゃろう。じゃあ、あとは頼むぞ。
すみません、少し質問をしてもよろしいでしょうか。なんだ、君は関係者かい。ああ、熊田さんの助手っていうのは君だな。まあ少しならいいが、邪魔はしないでくれよ。